一杯食べるごとに賞金1万円です。はい、よいしょ。あ、おいしい。はい、頑張ってね。さっきまで天ぷら美味しそうだったのに今食べたいと思わない。VAMBI ハロハロ、どうも、バインです。はい、ということで早速今日も撮っていけんですけども、はい、本日はね、わんこそばのお店にお邪魔しているわけですよ。そうです、横浜にある、わんこそば立花さんに本日やってきました、はい、結構ね、検索すると、わんこそばって検索しただけで一番上に出てる。あ、じゃあもう東京の本当も総本みたいな有名なとこなの、うん、まあ横浜って言ってるだけで、ね、横浜ね。ギュギュで、わんこそば、俺は実はね、昔バリバリにイケイケだったバンドマン時代にツアー中に一回やってるんですよ。どこだっけ、わんこそばが有名なとこあるのよ、そこで一回やったことあって、メンバーと、そう、メンバーと、で、お金がなくて、もうここでどれだけ食えるかみたいな時に、なんとか無理して100杯、その時にメンバー全員やって1位だった、100杯すごいじゃん、うん、それで1位よ。で、100杯ってのは相当きついわけよ、うん、で、ゆんちゃん今回わんこそば初めてでしょ。初めてで、初挑戦。初挑戦でしょ、はい、でちょっとなんかゲーム性1個足したいなと思って。あ、いいね。本日の企画は1杯1万円わんこそば賞金大食いチャレンジということですね、今からもうほんとカイジさながらの大バッチをするんですけども、はい、うん、今からわんこそば1杯食べるごとに賞金1万円です。めっちゃいいじゃん。だけどもこちら100万円までいかないと課金できません。だから99杯でも意味ないわけです。100杯いかないと、100杯いったら100万円です。なるほどね、うん、1杯1万円だけど100杯いかないと課金できません。50杯ぐらいいったら50万もらえるのか。もらえません。そんな甘くない。甘くない。100杯ってそう、相当きついの。で、イケイケだったから俺もあの時に、うん、今いけるかって言ったら難しいと思う。そうだね、うん、今もうバンビ君体も心も丸々ですから。丸々ですから。太ったのに胃袋ちっちゃくなってる。そうそうそう、もうしょうもないんですよ。どうしようもない体になってしまいました。一番重要ないよ。間違いない。はい、ということで、早速ね、そちらのチャレンジで目指す100万円ということで、うん、やっていきたいと思います。頑張る。ってことで早速やっていこう。はい、ということで間もなく始まるんですけども、はい、ちょっとね、机の上紹介したいと思います、うん、こちらがわんこそばセットですね。どうやら中にはね、薬味が入ってる。おいしそう。まあ、これでちょっとした味変をしつつわんこそばしていくという感じですかね。これ何に使うんだろう、このおはじき。数を数えるのかな。あ、1杯食べるごとにこういうこと。まあ、おとなしく待ちましょうよ。はい、ギュギュ。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、楽しかった。お願いします。緊張するのです。緊張しますね。では始めます。はい、はい、じゃあどんどん入れていきます。お願いします。はい、いきます。はい、よいしょ。はい、よいしょ。あ、おいしい。はい、じゃんじゃん。おいしい。はい、どっこい。はい、よいしょ。うん。はい、頑張って。はい、よいしょ。よん。はい、こちらでご飯ね。おはじきご自分の前に1枚置いてください。ご飯食べたらおはじき1個入れたし、はい、次行きます。はい、よいしょ。はい、よいしょ。はい、3杯2杯お待ちください。うん、こんな辛いんだ。でね、これね、おかずもついてんのよ。うん、美味しそう。ほら、そばのね、おかずもセットでついております。飽きたらこれ食べれるんだ。そう。はい、じゃあ参ります。はい、よいしょ。はい、よいしょ。9かな。大丈夫ですか。どうしたかな。お、先生ですからね。はい、お二人ともおはじき置いてください。うん、はい、いるぜ。15。おいしい。おいしい。めっちゃね、おそばがおいしい。はい、いきます。はい、よいしょ。はい、よいしょ。はい、おはじき置いてください。これで20杯。20杯。これでどれぐらいなんですか、商品で。もりそば1人前ちょっとですかね。もう食べたんだ。わさびいるよ。おいしい。はい、はい。はい、よいしょ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、これ入れたら美味しい、はい、お待ちください。これわさび入れたらめっちゃいいよ。味変できてまだまだいけそう。はい、よいしょ。はい、どんどん大食いで鍛えてますから。はい、よいしょ。順天には負けたくない。はい、よいしょ。はい、よいしょ。はい、どうぞ。はい、お待ちください。うん、これちょっとエビフライとかもある。はい、天ぷらうま。
はい、よいしょ。はい、頑張ってね。はい、じゃんじゃん。はい、これで5杯。うん。これで5杯。おはじきどうぞ。はい、じゃんじゃん。なるほど、なるほど。はまってきましたけど。はまってみましたけども。はい、よいしょ。だんだん噛めなくなってくる。はい、どうぞ。はい、じゃんじゃん。はい、お待ちください。じゃあ、ご飯行きますので、うん、お願いします。どういう？まあまあ、歌ってきます。このお姉さんがね、取りに行ってる間しかね、もう食べれないの。これ、収穫の時に、うん、早い。来るとね、嫌がられる。威圧が。よいしょ。はい、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 どうぞ。もうすぐ50。はい。はい、お兄様、おはじきどうぞ。50杯、はい、よいしょ。折り返しです。はい、よいしょ。ちょっとゆっくり行こう。いや、俺ゆっくり行ったらもう食えないわ。いや、俺昔の自分を超えるには101杯目指せ。101杯はい、参ります。よいしょ。はい、よいしょ。はい、お二人ともおはじきね。さっきまで天ぷら美味しそうだったのに今食べたいと思わない。はい、そう。はい、よいしょ。はい、6回ギョギョー70いきました。はい、参ります。はい、よいしょ。頑張ってください。うん、ここからこれしゃっくりなんてしたらもう全部出ちゃうよ。今しゃっくり出そうになって出そうな。ベルト外します。はい、よいしょ。はい、じゃあ、お姉様のあと20。あ、え、今60。今60。60 80。そう。え、早っ。ちょっとね、オレンジをね、口の中に入れてね。だいぶ違います。ちょっと柑橘系で一回さっぱりします。はい、よいしょ。はい、どうぞ。うん、オレンジでさっぱり。お待ちください。やばい、胃が張ってきて、すごい。もうマラソンだよ、こっからは。辛いけど、辛い中でどれだけ進めるか。はい、これでお兄様、95。あと5。だぁ、これ食べてるおはじき。こんなにね、そう、威圧かけてくる。はい、よいしょ。しょぼ。はい、よいしょ。90。はい、頑張って。97。98。お待ちください。食べられるじゃん。いや、俺は昔の自分に勝つんだ。はい、よいしょ。はい、99。99。すごい。はい、100。おめでとうございます。すごい。まだ、すごい。こっからが大食いの成果、今までの。はい、よいしょ。はい、どうぞ。昔の自分を今超えました。はい、6回。俺は好きな数字の7、107でやめます。はい、はい、よいしょ。106。はい、107。蓋を閉めなければ。はい、お疲れ様、おめでとうございました。うわぁ、昔の自分を超えました。俺もこれね、お辞儀したら、お店出るとき、ありがとうございましたって言ったら、ゲロ。ダメだ、一番ダメ。お店の玄関、一番ダメ。そばまみれです。ゆうんちゃん、これで100杯いったらもうこれ大食い女王の冠ですよ。はい、よいしょ。見てるよ、いろんな番組の人来るよ。大食いの企画来るよ。さあ、ゆうん選手、100杯いかないんですか。さあ、どうする。もうカメラ向けないで、映さないで。女の子だと平均が60で、80だとすごいっていうランクらしいです、一応位置づけとしては。まあまあ、でもゆんちゃんはね、80はまず余裕だよね、一旦。はい、どうぞ。78。
後に完全に目標はもう80に定まってますけども、おはじき欲しいだろ、これ欲しいんだ、全然欲しくない。まずここに来て言わないよね、80は行こうよ。78、79、普通こんなお姉さん待ってくれないの。キャバクラじゃないんだから、こんないつまでも隣にいてくれないよ、夫は。はい、80。 おめでとうございます。さあ、ゆんちゃん。あー、閉めたー、何の躊躇もなく閉めました、この女。はい、おめでとうございました。80、人間品持ってきます。ということで、ゆんちゃんの記録80杯です。そして僕の記録は107杯です。ありがとうございます。すごい、過去の自分をね、超えれました。ずっとね、僕はね、100杯行ったことあるって、でも100っていうね、数字が綺麗すぎて信じてもらえなかったんですよ、まだ。107というリアルにあふれる数字で、今回締めたということで、非常にいい結果じゃないでしょうか。やっぱバンビ君は10キロ太った分、食べれる量も変わってた、うん、いや、よかった。私は10キロ痩せた分、食べれなくなってる。いや、言い訳してますよ、この女。見苦しいですね。では、お、ご記帳ノートにお名前をお願いします。よし、ここに名を刻みます。はい、ということで、なんかいろんなプロフィールみたいなの書けるんですよ。で、書いておいたんで、皆さんね、まあ、ぜひこのお店遊びに来て探してみてください。3月11日です。よかったら皆さんね、立花さんのノートに私たちの名前あるので、よかったら見に来てください。100杯か80杯達成したらね、多分見れるので。 LINE の ID と住所書いておきました。っていうことでね、まあ、1年後とかね、また来れたらいいなと、うん、まあ、また昔の自分をね、超えていけたらという感じで、はい、この辺で終わりたいと思います。はい、ということで、100杯すごいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あれあれ、ゆうちゃんの実力ってそんなもんじゃねえだろうって思っちゃった。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また会いましょう。またー。